ハイチに派遣された C-130 の格納庫内で待機している航空自衛隊の自衛官敬礼する派遣された隊員現地の人々と文化交流を実施する隊員重機で工事を行う自衛官自衛隊ハイチ PK を派遣はハイチ共和国への国際平和協力法に基づく自衛隊海外派遣活動の一つである2010年1月12日に ハイチ共和国で発生したハイチ地震により20万人以上が死亡した。国際連合安全保障理事会は2010年1月19日に国際連合ハイチ安定コミッションの増員などを含む国際連合決議第1908号を採択し、国際連合は各国に派遣を要請した。これに対して日本は施設部隊を派遣することを決定した。派遣された。 陸上自衛隊の部隊は施設家が中心で倒壊した建物の瓦礫の撤去や道路の補修等を実施する。一時帯では一級建築士や応急危険度判定士の資格を持つ防衛機関が同行した。活動機関は現地からの撤収を含め3年間に及び2013年3月15日付をもって終了した。撤収する際には 自衛隊が使用している銃器を配置に譲渡した。銃器の譲渡は2012年12月18日の閣議で正式に決定された。配置政府との協議で軍事目的への転用を行わないという合意がなされている。配置派遣国際救援隊は次の部隊等からなっている。大本部等が約30名、施設機材中隊が約90名、 施設中隊が約80名、本部管理中隊が約150名である。なお、約350名の隊員中で、国連要員は約190名、自体支援要員は約160名である。ありがとうございます。